エンサンティープレゼンツ大久保レディオ。さあ始まりました、ケンさん TV プレゼンツ大久保レディオ。本日なんとね、ミックス東京で11月15日に行われるラップライブの練習をやってます。こんな感じでね、DJ サイウルが練習中です。新大久保ですね、久しぶりにできたこういう本格的な DJ 場なんで気合い入れて練習中です。さて次は DJ サイルさんの、サイルさんじゃない、さて次は DJ ひろかさんの練習タイムです。みんなそれぞれね、ジャンルが違って面白い感じです。さてこれは果たして韓国人に受け入れられるでしょうか。課題の冒険ですが、でも俺は好きだな、間違いない。ということでさっきまでね、ミックス東京さんで今収録してるんですよ。ミックス東京さんのDJ の練習をしてた。時間大丈夫？はい、大丈夫です。さっきも練習した DJ さゆるさんと DJ ひろこさん。どうでした ?DJ の練習は。楽しかったです。初めて新大久保でちょっと DJ を。新大久保でやるってことなんですけど。新大久保のイメージどうですか、まあ、僕らはもう新大久保何年ももう遊び来てるんですけど。新大久保に対してのなんかイメージっていうか、新大久保は飯がうまい。飯がうまい。確かに韓国料理はね、確かに。でも辛いとかいろいろとなんか結構韓国の街って感じですか、やっぱ。どんな感じですか。そうだね、韓国の街だよね。街ですよね。コリアタウンとかってよく、まあ、言うんですけど、なんか一般の全然知らない人からじゃどんな感じするのかなと思って。ちょっと特殊だよ、ね、特殊ですよね。この特殊の街で11月15日、僕たちねラブプラネットがまあね、一体この僕たちの音楽が受け入れてくれるのかどうかちょっとね不安なところがありますけど、どうですかひろこさん。すっごい楽しみです。楽しみです、ね、DJ をやりたかったのでそれができる、かつこうこんだけ行きつけの店があるような新大久保、わざわざ千葉から毎月来てるので。あ、千葉から来てるか。千葉からです。千葉と埼玉。僕も埼玉。僕中野近いな。近いな。羨ましいです。あ、そんな遠いところがいつも通ってる。そうなんです。それほどなんか魅力のある街ですね。はい、この魅力のある街は僕たちの力でね。そうですね、もっとこう、ね、さらにこう楽しく ね、暑い夜にしていけたらいいかなと思います。そうだね。そう、ベタな喋り方です。日本人にいっぱい来てほしいな。そうですね、そうですね、たくさん。本当ですね。なんかあんまり深く日韓とかまあそういうの考えずに、ね、面白いことやるから面白いこと好きな人が来てほしい。そうね、うん、本当に、うん、なんか今日僕舞台の DJ の練習見ててなんか、あ、大丈夫だなと思って。入れ替えてるだけですけど。本当にもう、いやもうでも素晴らしいスタートボタンの押し方だなと。黄金の人差し指です。黄金の人差し指ですね、もしね。あとはもうお客さんだけです。そうですね、皆さんぜひね、うん、ちょっと入場方法が若干ちょっと変わっちゃったんですけど、はい、エントランスフリーがちょっと若干僕の友達だよって言ったらちょっと無料で入れるんですけど、 DJ 兼の友達ですっていう感じで僕に事前にお知らせくれたらフリーのチケットを渡すってことになったんですけど、まあそれ以外はちょっと入場1000円って形にねちょっとなっちゃいましたけど、まあ1000円でも安いですよね。まあ、安いんでぜひ1000円安い。まあ1回入ったらまた出れるんで、うん、まあぜひ皆さん遊びに来ださいということで、 DJ ケンと DJ サイフルと DJ ひろかがお送りしました。それではまた次回。また次回。バイチャー、アニョン。ケンさん TV プレゼンツ大久保レディオは、新大久保を楽しくしたいラップラネットの主催者 DJ ケンがお送りしました。